個性ないよりは股間常に濡れてるくらいちょうどいいくらいってことね。そう、わー、ということで今日は、くんさんとエグザムさんとかぶんだよ毎回。はい、やり直します。今日はくんさんとエグザムさんとリュウニャンと、あゆみを順でいこう、あゆみを順で、おーだ、ほらいいじゃん。はい、今日は、私とエグザムさんとリュウニャンとデルフィンです。はい、ということでやってき なんでちょっと今何かやろうとしたけどなんか何も思い浮かばなかったし、ね、多分今何か面白いことしようかなと思ったけどなんかいまいち思いつかなかったやつだね。ガッツポーズはしてた、見えない。あー、なるほどね。顔出しすべきだな。やろうよ、イケメンデル、イケメンデルフィン、うん、顔出しすべきだな。 ASMR とかいいんじゃない？ ASMR 顔出してさ、やばいやばいやばい、デルフィンイケメンだから顔出しそう。クンさんがそれ言い出したらもう終わりなんですよ。だからあの終わりなの、イケメンキャラとしてさ界隈で定着させよう。マジイケメン、超絶イケメンキャラでなんかもう女に不自由したことないみたいな感じで、女に困ったことない、女に困ったことない。え、でもたまに自分でも言うかんね、そういうこと。何が、うん、言ってた言ってた、うん、もうデレフィンとかずっともう乾いてないよ、デレフィン。いや、不思議でしょ、乾く暇しょっぱなから、しょっぱなからそういう話題でいくの。絶対不潔だよ、乾く暇ないよ、ずっとちょっと濡れてるから。絶対不潔だよっていうのも不潔。単純にちょっとやばいやつ、ただのやばいやつ。やばいやつ、イケメンどうこうどうこう、なんか下半身の話しかしてない。単純にやばいやつや、ずっと股間濡れてるやつ。やばくないね、そういうそういうことで個性だからな、個性。ここで個性欲しくなかったな。一度定着しちゃうとそれずっとね、ずっとだよ、ずっとだよ、もうずっとだよ。無理無理、もうデルフィンはとんでもねえっていうイメージが定着して話し合いの上でね、ちょっとそういうのねやっていきましょう。あれ、知らないうちに決まってるやつだこれ。いや、もう決まってるよ。いや、もう今決まったし、これが話し合いだった。こんな、こんな、いや、そんなじゃない、そんなね、なんかね、デルフィンね、あれだよ、そんなね、いや、甘くないよ、YouTube。 デルフィン甘くないよ、違うから、そんなね、企業勤めと違うから、もう殺し合いだよ。そうだよ、バトルワーだから、殺し合い、殺し合いも、うん、潰し合いが殺し合いだよ。個性ないよりは股間常に濡れてるくらいちょうどいいくらいってことね。そう、個性があるからね、みんな個性つけてこも適当でいいから。股間が、股間がずっと濡れっぱなしで乾く暇なし、デルフィンです。俺はブロックするね、多分。そんな仲間にそれやったら終わりなんだよ。いいじゃん、あの挨拶でさ、あの結構乾く暇がない、どうもデルフィンですみたいな感じでさ。あれ、なんかその言い回しどっかで聞いたことあるの、なんか謎の一言を添えて始まる感じ。いやいや、いいんじゃない、結構乾く暇がない、どうもデルフィンです。はい、ということで今日はかっこいいじゃん、めっちゃかっこいい、PUBG やっていきますとか言ってもかっこいい、かっこいい、絶対内容入ってこねえよ、最初の一言で。え、何言った、今何言った。見えた見えた見えた、今だから詰めよう、気をつけてね、手前のやつも、今だから詰めよう。え、マジ、これ4スコもらったんだ、ごめん、お越しのね、一人ソーリー。あ、オッケー。あ、多分俺のところは車線切れてる、車線通ってない、オッケー。これ以上行くとね、逆に車線、あ、編成よろ、まあ、多分大丈夫でしょう、思いっきり的にいった。あ、これまずい、これまずい、うまい、全然違う方向見てた。いや、分かります、蘇生できる、蘇生できる、蘇生できるよ、入れねえ、あそこ入れない、あ、けど、あ、バカ、やったやったやった、蘇生した、かっこいい、ちょっと今の映画的演出。あ、近くいるのは、これ敵だよね、いない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 、あの、いるいる、います、います、あ、入れない、こいつ、よし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 、やれやれやれ、やれてない、待て待て、落ち着いて、大丈夫だ、大丈夫だ、やばい、これ回られて死ぬ、回れ、俺のこのお尻見てて、お尻、お尻見ないと、バカ、お前もうちょっと後ろ行け、後ろ行け、大丈夫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 、後ろ行け、俺がいる、俺がいる、そう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 、俺の近くにいる、てか、そっか、入れないからね、俺から接触して、やばい、これ、来る、来る、来る、ナイス、ナイス、良かったな今。なんか間抜けな3人がここに集まってんだ。
全員危なかったからね。俺に限ってリュウニャにはめられたからな。あれ俺6倍捨ててきたわ。まあいいや、6倍捨てていいやはねんじゃねえのか。よくない、よくない、だいぶよくない。まあまあまあ、やっぱそれ、やっぱ倍速にとらわれてんじゃないか俺の考えは。やっぱり逆に考えれば、逆に甘えてるのではないかという。アイアンサイトの逆に良かった説。そう、なんかリゾだよな多分これ。やっぱこれちょっと甘えてるよね最近。ちょっとなんか倍速終わったら拾っといて。あれあれ言ってることが一瞬手のひら返しが急すぎて対応不能だった。パラリゾ言ってるけどダメだよ。パラリゾ攻略戦、パラリゾ攻略戦するんじゃないの。いやこれは行くでしょ。もうキルいらねえのか。攻略作戦するか。パラリゾ欲しい、キル欲しい。攻略戦結構命がけの攻略戦だよな。もう絶対一人かけそうな気がする。すまねえデルビン。あの1名かけるだけで終わればそれでいいんだよ。さっき言ったよね、ハットモック。さっきのところだ。さっき言ったよね。俺らなんかさっきからぐるぐる回ってるだけだからな。殺し行ってるだけ。殺し回ってるだけじゃん。なんか痛いような気がするんだよな。ケツ見た方がいいかな。ケツ見て80とか痛いような気がしたんだよね。だからいる可能性ある。結構だこの辺でうろうろしてていいと思うよ俺ら。なんかあいる。ね55。こっち見てる。あれなんだ。即死。ああ即死。あじゃあいいよ、ちょっと行ってくる。はいはい、俺見てるわ周り。起こせ。わーお、285支援物資をしたらなんか謎の何今やったの。え、ああ、痛い。入れるサップだね、サップ M2 よね。いや240なんか UMP 持ってるやつ、ね、なんか走ってるとことか。あ、背中にあれだよ、M24 のサップ持ってる。はいはいはい、こっち来る、こっち来る、こっち来る。エグザム、そこ。あ、OK。 あった、あった、あった、もう死ぬ。やった、ナイス。まだいる、まだできる。そこエリアが行った、エリアが行った。オフの道路だ。死なねえのか今ので。あ、いる。265。俺はこの家攻めて取った方がいいな。265いるからね。はいはい、あの僕265分かってるけど、ただこいつらと取り合ってたら俺らエリアで死ぬよ。違う、違う、うん、うわこれやばくね。スモーク耐えていこう。これ相当やばいね、これ。いけるっしょ。ドロップ作戦です。あ、たかれる前に渡るのやめてもらっていいですか、くんさん。あのどうせ当たらんやろ、ムーブ。せっかく、あ、俺そこで死んだ記憶ある。ここで死人の中何にあれ、俺もさっき行くぞ。あいつなんか車の音する。何これ。あ、バイカー、バイカー、ここに来て一人だね。あ、バイクで何やってんのあれ。どうするか。バイク殺しに行くあれ。いや、それ周りから撃たれる。てかこれで行ってもおかしくないからな、普通。全然おかしくない。あのバイカーがさっきの俺らが逃した一人か。いや、さすがにそんな都合よくバイク手に入んねえじゃね。いや、わかんない。わかんない。すごいよ、すぎじゃねえ。救援物資、救援物資。めっちゃ都合いいでしょ。あ、ここら辺どうしてもいいな。あ、いる、いる、300。あ、いたわ。見えた。あれね、あの木の裏ね、材木の。材木の裏？あれ？はい。あいつ3ヘルじゃん。あ、見えた。そう、マジかよ。あー、もうマジか。なんで。あったあったあった、頭あった、頭あった。いや、もう詰めたら殺せるぞ、これ。いや、別方向、待って。別方向やった。あ、まだいる。あ、寄ったね、そいつ。え、殺され、え、待って、いや、もう消え入れたよ。あ、オッケー、ナイス。回復消え入れた、あとラストじゃん。うまっ。じゃあ詰めるぞ俺はよ。叩き潰さねえもん。
こしに行ってる、起こしに行ってる、起こしに行ってる。あれやれるよ。やったやったやった。ナイス。ふう。1キルした。こいつよ。おい1キルじゃん。俺7キルだ。おう、合計。はい、1人かけた。合計17キルで。1人かけた。1人かけた。いや今回3人でやったということで。やった。